ダッシュダッシュダッシュ、キックエンドクラッシュ、稲子燃えて青春駆け抜けろ。おじゃ、アンドです。今回の話題はこれです。ドー、キャプテン翼ガバナンストークンが日本上場で5倍爆上げの後大暴落。何が起きたのか、今が買いなのか予想せよ。チャッツダウン、いけー、翼くん打った。これはキャプテン翼ガバナンストークンの冷やしアドです。キャプテン翼ガバナンストークンはキャプテン翼ライバルというプレイトゥーワンゲームで使うトークンです。キャプテン翼ガバナンストークンが海外の取引所に上場したのは今年2023年5月、最安値は10月9日につけた 0.016 ドル、11月14日に日本の取引所に初上場し、その日の初め値は 0.044 ドル。爆上げが始まって2週間後の11月27日に最高値 0.24 ドルをつけました。日本初上場日の初めてから 5.5 倍、ムーッ。しかし、何？え？決まった！ゴール！キーパー一歩も動けず、最高値からマイナス 85% ダウン。このように日本の取引所に初上場したキャプテン翼ガバナンストークンは価格が高く舞い上がったと、ドライブシュートのように急降下して元の価格に戻る大暴落をしました。以上を参考に、価格が元に戻った今が買いなのかを予想すると、買いではないと予想します。先ほどのチャートには気になる点があります。チャートダウン、下に表示されているのは出来高です。出来高は取引が成立した数量です。例えばコインを10枚売りたい人と10枚買いたい人の取引が成立した時の出来高は10です。出来高が多くなるのはポジティブニュースが出て買い注文が増えた時や、逆にネガティブニュースが出て売り注文が増えた時も普段より出来高が多くなりやすくなります。キャプテン翼ガバナンストークンの出来高が増えた時期を見ると、10月の価格急落から最安値をつけるまでがいつもより多くなっています。一方、爆上げが始まった11月14日以降を見ると、出来高が急激に少なくなり、爆上げ中も暴落中も少ないものです。他の海外取引所の出来高も増えていません。海外取引所でキャプテン翼トークンを取引していた投資家が日本の取引所に移行したから出来高が減ったとしても、あまりにも急激に減りすぎです。そこで考えられる今回の爆上げの原因の可能性の一つは、運営がマーケットメイクで意図的に価格を上げた可能性です。キャプテン翼の暗号資産にはユーティリティトークンとガバナンストークンの2つがあり、トークンの価格を安定させるために翼ユーティリティトークンプライスバランサーという独自システムが使われています。システムの仕組みは、キャプテン翼コインの価格が上昇したら運営がキャプテン翼コインを売却して受け取ったコインをプールに入れておき、キャプテン翼コインが下落したらプールに入っているコインを使ってキャプテン翼コインを買い支えることでコインの急騰急落を防ぎます。チャートダウン、これはキャプテン翼ユーティリティトークンの冷やしアドです。最高値は今年1月につけた 0.917 ドル、最安値は今年10月につけた 0.142 ドル。もしガバナンストークンにもプライスバランサーを適用し、価格を安定させるためのボットによって出来高が水増しされていて、日本上場に合わせてプライスバランサーの実行環境を海外取引所から日本の取引所に移行したなら、出来高が急減した事象に納得がいきます。ニュースだ。11月にキャプテン翼ガバナンストークンの価格が3倍になったのに合わせて
ゲームプレイの価格と報酬が3分の1に変更されました。例えば今まではアリーナモードを1試合プレイするのにガバナンストークン110枚が必要だったのが40枚でプレイできるようになりました。日本円に換算するとカーケンコ前は1試合8円 ×110 枚イコール880円、価格変更後は1試合22円 ×40 枚イコール880円、つまり日本円での価格はほとんど変わっていません。しかし最近トークンの価格が爆上げ前の8円に戻ったので、今後は1試合8円 ×40 枚イコール320円でプレイできるようになります。要チェックはトークンの価格が元に戻ったので、今度はゲームプレイの価格と報酬が3倍に引き上げられるのかです。ゲームプレイに必要なトークンの枚数を減らすのは経済圏の中でのトークン1枚の価値を上げることを意味するので保有者にとっては嬉しいですが、逆にトークンの市場価値が下がった時にゲームプレイに必要なトークンの枚数を増やすのはトークン1枚の価値を下げることを意味するので保有者にとって嬉しくありません。なのでトークンの市場価格が下落した時に運営がゲームプレイの価格を引き上げるのかどうかは長期投資に向いているコインなのかの判断材料になると考えられます。しかし運営の立場で考えるとプレイヤーの課金が減るとプレイヤーに配当するコインが減り、配当が減るとプレイヤーが減り、プレイヤーが減るとプレイヤーの課金が減るという負のループに陥る可能性が出てくるので、ただゲームプレイの価格を上げなければいいというものでもなく、そのあたりのバランス調整が難しそうです。プレイトゥーアンゲームのトークン価格に大きな影響を及ぼすのがプレイヤー数。キャプテン翼ライバルのプレイヤーが今後増えるか減るかを予想する上で気になる仕様はこれです。ドーン。出勤手数料 50%。 出勤枚数の半分が手数料として取られます。プレイヤーには出勤上限があり、決められた条件をクリアすれば出勤可能枚数を増やせるルールになっていて、今年7月に獲得量が減りました。例えば今までは1日1回のプレイでユーティリティートークン10枚を増やせたのが半分の5枚に減りました。他の条件クリアの獲得量も半分になりました。さらにと今年9月に1日1回のプレイでは出勤可能枚数を増やせなくなりました。他の条件クリアの獲得量は 60% 減になりました。さらにと今年10月に獲得量が 70% 減になりました。チケット消費やミントでは出勤可能枚数を増やせなくなりました。出勤手数料 50% と出勤制限によってプレイヤーの売り圧が下がってトークンの暴落を抑止できる一方で、厳しくしすぎてプレイヤーがいなくなってもトークンは暴落するので運営はなかなか難しい局面にいる様子が伺えます。以上がキャプテン翼ガバナンストークンは今は買いではないと予想する理由です。なお 100% 爆上げしないと決まっているわけではなく、今後の仕様変更でゲームが面白くなってユーザーが増えたり、運営がマーケットメイクで再び爆上げする可能性もゼロではないので、話を鵜呑みにせずに自分で徹底的に調べて自分で投資判断をしてください。以上、キャプテン翼ガバナンストークンが日本上場で5倍爆上げの後大暴落、何が起きたのか今が買い替え予想せよでした。この動画が参考になったらグッドチャンス、暗号資産で爆撃するためにチャンネル登録お願いします。 Twitter では暗号資産の爆上げ速報をしているのでご利用ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。